皆さんこんにちは。1958年甲子園の大会通算83奪三振を記録した坂東英二さん。この記録は現在も破られていない大記録です。しかし母校の甲子園出場が決まっても坂東さんからの激励コメントはどこからも聞こえてこないのです。調べてみるとすでに坂東さんの個人事務所が閉鎖されていたことが分かりました。現役生活11年間でプロ通算77勝を挙げて1969年に引退した坂東さんは歯に衣着せぬ発言が人気となり、解説者の傍らタレント活動をスタートさせました。順風満帆に見えた坂東さんのタレント活動もある騒動をきっかけに一変してしまいます。2012年に坂東さんの個人事務所オフィスメイワークが名古屋国税局の税務調査で7年間で約7500万円の申告漏れが発覚したのです。当時の記者会見で坂東さんはカツラが経費として落ちると思っていたなどと釈明し、申告漏れの一部を植毛に当てていたことも説明しています。坂東さんは修正申告を行い追徴税の支払いを済ませましたが、この脱税騒動の影響でレギュラー出演していた番組を降板することに。約1年間の休業を余儀なくされた坂東さんですが、復帰後は関西、中部圏でラジオ番組を中心に活動しており、近年はバラエティ番組でその姿を少し見かける程度だったのです。2019年6月放送の水曜日のダウンタウンでは、ドッキリ企画に出演しており、生放送を妨害してくる仕掛け人の素人相手に激怒、カットしないと放送できないほどだったといいます。番組放送後には坂東さんの体調を心配する声が上がる中、2020年3月には2年間続けたラジオ番組坂東サンデーが3月に終了。そして同年9月には約11年間続いた坂東英二のおばあちゃんと話そうも体調を理由に終了していました。坂東さんは2020年の7月に転倒して頭部を強打し検査入院していたことがメディアで報じられています。冠番組だった坂東英二のおばちゃんと話そうは芸能活動再開のめどが立たないため本人が最終回に出演することなく終了しています。坂東さんは3年前に大阪の自宅を引き払い東京にいる子供のところへ行くという報道もありましたが、現在でも詳細は分かっていないようです。現在も坂東さんの公式ホームページは残されてはいますが、そこに明記されている坂東さん本人が代表取締役を務めている個人事務所 E の登記は2021年12月27日付で閉鎖しているのです。そしてレギュラー番組全降板から3年、ついに完全に表舞台から姿を消し、今回発覚した個人事務所の閉鎖は一体何を意味しているのでしょう。周囲からは表に立つのを控えているという話もあるようで、これにより事実上の芸能界引退ということではないかということです。坂東さんは中日の投手時代に十四松と呼ばれたほどの饒舌ぶりが評価され、現役引退を機に CBC の野球解説者へ就任しました。また漫画トリオを解散したばかりの上岡龍太郎さんと知り合ったことを機に抜群ジョッキー王サンデーのパーソナリティを務めています。野球解説者としての契約解除をきっかけに1980年からは上岡さんや漫画トリオ時代の相方横山ノックさんを頼ってタレント活動の拠点を関西へ移しています。素人同然の話術で当初は苦戦しましたが、何もなくても大声を出しながら一生懸命やっていれば他人に面白いことを言っていると錯覚させることができるという上岡龍太郎さんのアドバイスで漫談や漫才にも果敢に挑戦しており、在阪のテレビラジオ局でも数々のレギュラー番組で人気を博しました。坂東さんは東京にも進出し、本格化していた芸能活動が落ち着いたかに見えた2000年代後半、明石家さんまさんらとのゴルフから生まれた名言勝ちたいんやに変わり、売れたいんやをきっかけに再ブレイク、そして俳優としても活躍しており、1984年には金曜日の妻たちへ2男たちよ元気かいで俳優デビュー。翌1985年には毎度お騒がせしますに中山美穂さんの父役、金妻シリーズの第3作目金曜日の妻たちへ3恋に落ちてにも小川智子さん演じる山下優子の夫役で出演しました。
1989年には向田邦子さん原作の映画アウンで高倉健さんと共演、坂東さん自身も同年第2回日刊スポーツ映画大賞助演男優賞を受賞。その翌年には第13回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞、第32回ブルーリボン賞助演男優賞を受賞しています。そして坂東英二さんといえば無類のゆで卵好きとして有名です。坂東さんがゆで卵が大好物な理由は戦争に大きく関係しているようなのです。1940年生まれの坂東さんは戦争を経験しており、生まれは満州国です。終戦により満州から着の右のまま難民同然に日本へと帰る際、坂東さんは空腹のあまり夜な夜な中国人の農家の鶏小屋から卵を盗んでいたとのこと。しかし火を使って料理をしたら見つかってしまう可能性があるため、盗んだ卵は生のまますすり飲むことしかできなかったそうです。こうして盗んだ卵で命をつないだ経験から、その当時食べたくても食べられなかった美味しいゆで卵に特別の思い入れがあると坂東さん本人がインタビューで答えています。世間では坂東英二イコールゆで卵というイメージが強く定着しているのですが、実は坂東さんは卵かけご飯も同様に好物であることはあまり知られておらず、さらに実際には赤飯の方が好きであることはほとんど語られていません。その他にも付き人に7億円もの大金を騙し取られそうになったことや、明石家さんまさんや和田アキ子さんなど大物芸能人と交流が深かったこと、実はソロ歌手としてシングルレコードを出したことがあるなど、その愛らしい見た目とユーモアたっぷりの独特の語り口で魅力的な活動をしていました。甲子園の奪三振王からプロ野球選手、そして芸能界での輝かしい経歴を持った坂東英二さん。坂東さんの現在についてや今後の芸能活動について、個人事務所 E の清算人を務めた親族からは何の情報もないようです。坂東英二さんは一体どこで何をしているのでしょうか。また元気にテレビに姿を見せてくれることは難しいと思いますが、どこかで無事に過ごされていることを祈っています。願わくばご家族や関係者の方からの情報提供で心配されている人たちを安心させていただければと思います。とても人が良い坂東さんなので、大きなトラブルなどに巻き込まれていないことを祈ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。